地図 NHK プラスクロス渋谷は東京都渋谷区にある日本放送協会の公開施設である。2019年11月1日に開業した渋谷スクランブルスクエア東島の14階に所在する。ロゴにおける表記は NHK 渋谷。テーマとして NHK が視聴者と直接触れ合う機会を増やし、より多くの人々に公共放送、 公共メディアとしての活動を理解してもらうことを挙げており、名称のプラスクロスは、ここに来れば新しい価値観がプラスされ、この場やインターネットなどを通して、双方向の関係が生まれ、NHK と来場者がクロスする場という意味が込められるとしている。同施設は、各種最新放送技術についての展示、番組連動型の展示やイベントを行うほか、 ラジオのサテライトスタジオが併設されており、このサテライトスタジオから公開性放送が行われる。東京都内には NHK 放送センターの NHK スタジオパークや、あたご山にある NHK 放送博物館といった展示スペースが存在する。しかし、放送センターの施設の老朽化による改築のため、スタパが2020年5月11日をもって閉鎖され、 スタパで行ってきた放送体験や番組の広報などのイベントの機能を、投資説や放送博物館、地域の放送局で代替対応していく方針であるという、ありがとうございます。